滝クリスタルタウンは、三重県滝郡滝町が進める、都市計画及びその商工業複合型施設の名称である。同庁が主体的に進めている事業である。なお、事業地域は、新田、西山、五砂、大岡の4地区に及ぶ。1995年、滝町にシャープが進出し、1955年以降、 一貫して減少していた多気町の人口は増加に転じた。しかしながら増加したのは、シャープに勤務する単身者が中心で、家族を有する世帯は隣接する松阪市に居住する傾向が見られ、町内への定住は進まなかった。その背景には、松阪市と多気町の社会基盤整備状況の差が、要因の一つであると考えた多気町当局は、商業、 生活環境の整備を行うクリスタルタウンプロジェクトを2003年より始導させた。同プロジェクトは行政、民間、住民、学識経験者らから構成されるクリスタルタウン委員会が2003年から2004年度にかけて基本計画を策定した。委員会にはオブザーバーとして産業技術総合研究所ライフサイクルアッセスメント 研究センターも参加し、同センターのライフサイクルアセスメントの研究成果を導入した環境影響評価が実施された。商業生活ゾーンの開発事業者は2005年11月に決定し、2006年1月に広報滝にて事業計画のゾーニング案が住民向けに公開された。当初2008年4月の完成予定であったが、実際は、 同年6月19日に、岐クリスタルタウンショッピングセンターの開業となった。以降、同ゾーンの各商業施設が順次開業。以下の3つのゾーンからなる。2008年6月19日にオープンした商業施設。各店舗は、マックスバリュー多岐店。なお、同店は、イオングループが進めている。エコストアの三重県内第1号店である。 テナント北側のおみおく施設とアミューズメント、利用室、音楽教室はそれぞれ別棟となっている。南側の建物に各店舗のマックスバリューや各小売店が入っている。マックスバリュー内には先輩の店という三重県立大岡高等学校の卒業生を含むメンバーによって運営されている総菜店がある。運営会社は株式会社大岡フードネット。 2008年9月18日に開業し、店名はご桂池、ふるさと村にある孫の店にちなんでいる。大家フードネットは、地元の人的ネットワークを利用して設立された企業であり、大家高校の卒業生の雇用の受け皿となっている。天然温泉滝の湯天然温泉滝の湯2008年10月18日にオープンしたスーパー銭湯。 地下1000メートルの深さから、乳白色の温泉が湧き出しており、一部を除き、循環露化して使用している。館内には25種類の風呂のほか、フィットネスジムレストラン、マッサージコーナー、床屋、休憩所などを併設している。中、効能はその効果を万人に保障するものではない。スマイル滝店スマイル滝店2009年12月6日にオープンした、ファーマーズマーケット。 滝郡農業共同組合が運営している。自然の味どころスマイルを併設し、三重県立大化高等学校食物調理課の卒業生が店長を務めている。このほかスニーカーも洗うことができるコインランドリーを併設している。クリスタルの森滝町及び滝東部土地開発公社が事業主体となって開発された工業用地である。所在地は、 滝町五砂、西山、新田の各地域に及ぶ。滝町商工会が開いた説明会では商業生活ゾーンの計画について地元商店からテナント料を払って出店する余裕はない客を奪われるといった批判が相次いだ。シャープの従業員向けアンケートではクリスタルタウンに大規模な商業施設や温浴施設、映画館、スポーツジム、 医療機関の設置を望むという声が上がった。このうち、スポーツジムに関しては、住民アンケートにはなかったものであり、従業員は、生活の場というよりはむしろ、娯楽施設を求めていることが、明らかになった。ありがとうございます。